久留米市中小企業 DX 促進事業、筑後信用金庫と久留米大学による地域経済情報誌古今2期との共同企画により、久留米大学生が DX に取り組む企業を取材しました。で、車業界当初のここの車屋さんというのは中古車販売をメインにしてあって、で私が引き継ぐ時には中古車の、販売のみと車検とかメンテナンスを、やっぱりだんだんリピート率が少ないことに気がついて、リースに特化した会社にしようかなということで始めました。その中でも環境にもいい、お財布にも優しいっていうことでプリウスをメインとして、で今では、この久留米地区近郊の方にプリウスを600台ほどリースしております。現在久留米さんで、どのような DX への取り組みをするんでしょうか？来店が減ったっていうことは、その商品説明ができないってことですよね。ということは商品説明ができる、YouTube なりそういうのを使って、あ、じゃあこれを見てくださいとも言えるし、あ、ここの店はそういう対面式で物を売ってもらえるんだとか、傷も例えば Zoom とかで確認してもらえるんだとか、そういうお客様にこう伝えることができますよね。はい、そういうことをしたりとか、やっぱりフリーですね、会計フリーっていうのは、AI で税理士さんじゃなくて経理の方がいなくても全部自動で仕分けしていくっていうソフトなんですけど、とあとは受付ですね、電話での予約とか、そういうのを全部LINE とか予約システムを入れたりとか、例えばこれをAI 化してしまって入れてしまうと、じゃあその例えば仕事してる人は、あ、じゃあ自分はいらないんじゃないかって思うと思うんですよ。だからやっぱり私たちはどうしても踏み込めないところがあったりとかして、けどやっぱりコロナになって人が来店がなくなりますよね。はい、そういうのもあって、やっぱりこれは踏み込んでいかないといけないなと思って、でちょうど DX 補助金っていう久留米市がしてある補助金とかを利用して、思い切ってやってみようかなっていう後押しでやってみたんですけど、それによってデジタル化の意味とリスキング、そういうのが図れたんじゃないかなって思います。はい、システムが面倒くさくなって、入力が増えるとか、やっぱりこう、ああって今まで慣れないことをするとやっぱりみんな嫌じゃないですか。だからこうみんなでこうなる、こうすることによってどうなるどうなるっていうことを、能力とそのこれだけの売り上げが見込めるとか、その両方伝えてやることが一番大事じゃないかなと思います。お客様のつながりや従業員の方とのつながりをもっとすごく重要にされている会社だというふうに感じました。で、業務を全て DX化することで、こう人とのつながりというのが薄れてしまうというのを、があると思うんですけど、そういう部分をなくすために、お客様だったり従業員の方に選択肢を残す、それがものすごく重要だなというふうに感じました。そうすることで人とのつながりがもっと強化するような、人とのつながりをもっとグレードアップするような DX 化をしていくことが今後重要になっていくというふうに感じました。DX を導入することは、お客様がサービスを利用しやすくなったり、業務を効率化できたりといったメリットもありますが、従業員にとっては今まで通り業務を進められなくなるのではないかといった不安があることも分かりました。その中で DX を導入していくためには、今回でいう久留米市の DX の補助金のように、 DX を導入できるきっかけを持つことも大事なんだなということがよく分かりました。 DX の導入にあたって、それがどういったもので、どういったメリットがあるのか、これを説明し話し合うこと、つまり関係者全員の意識をすり合わせることが重要であるという話を聞き、これは DX のみならずチームで活動をする際に非常に
重要な考え方であると感じました。私も今後意識していきたいと思います。本日は貴重なお話を聞くことができました。久留米市の DX に取り組む企業情報は上、インタビュー取材は下から見てね。